Could you do me a favor for me? Can you get up for me? What are you gonna have a nap? What do you feel? No, I have to teach you. You have to teach now? At six. At six? Okay, so you have, what, like an hour? Please? Okay. Yes? Okay. Okay. Probably later.Now? Yes? Good. ということでちょっとね今日はね皆さんねめちゃくちゃちょっとラッと始めますね。聞いて、You wanna come in? Come in? No? はい、ということで、今日はね、皆さんにめちゃくちゃ、すごい重大な、僕にとってはね、めちゃくちゃ重大なね、ご報告がございます。ワンセカンド、ちょっと少々お待ちください。少々。というのもですね、こちら。パラーパラーということでね、実は僕、ブランドをね、ちょっと作ってしまいました。はい、しまいましたというのも違う。怪盗山本っていうものなんですけれども、大丈夫かな?フォーカスが今、顔に映ってたら申し訳ないんですけれども。まあね、これアパレルブランドになるんですけれどもね、怪盗山本っていうのは、まあ、僕のね、名前、まあ山怪 TV ってことやってるんですけども、僕ね、実はこの山本怪盗で、まあその頭元で撮って、山怪で、小学生くらいからもう結構ずっと言われてるあだ名かな。もう中学高校もずっと山怪山怪で、高校卒業してアメリカ来た時も、なんかこう友達とかにね、ちょっと、海外の友達とかにも、ちょっと山怪って呼んでくれないみたいなの言ってたら、まぁ、ちょっとね、まぁ海外ではあんまりあだ名で呼ぶってことがないので、まぁ怪盗って言われてるんですけども、作っちゃいました。本当にね、これまぁ段ボールであるからしてね、本当にたくさんまぁいろいろあるんですけどもね、まぁ自分の名前をね、ちょっとまぁブランドにしてしまってね、もう本当に自己顕示欲の塊か!YouTuber なのも自己顕示欲すごいし、まあ、バレエダンサー、僕あのアーティストということでね、まあ、顕示欲すごいし、まあ、顕示欲って言ったけど、オンラインサロンオーナーもね、僕やってますので、まあ、それもちょっとね、まあ、顕示欲強いのかな、どうでしょうか、わからないですけども。まあ、でも言うともね、このブランドって、まあ、例えばその、トヨタさんだとか、あとは、海外でいうところのバーバリーさんだとか、これ自分の名前をこのブランドの名前にしちゃうっていうのは、まあ、結構、まあ、そこでこう珍しいものでもないので、まああれなんですけれども、僕にとってはやっぱりその自分の名前なのでね、あとはね、その家族とか、まああとはネレアさんとか、まあ家族とか、家族2回言ったか。まああとファンのみんなもね、まあ結構ちょっと、いやこいつちょっとね、なんかブランドで自分の名前にしちゃったけど、こいつなんか生きてんじゃない?生きてん、まあ生きてんのはもともとなんですけども。ちょっとね、これ喋ってたら、ま、動画がちょっと終わりそうになるので、これちょっとレミゼラブル、今これ来てるんですけれども。Do you hear the people sing?納得いかない。もう一回撮ろうか。まあ、いいや。ちょっと、服をね、着ますね、実際に。はい。ということで、こちらがね、ちょっとお着替えシーンでございますね。この胸のところにあるのがロゴでございます。渡るさんという方のデザイナーの方とね、作らせていただきました。これ、後ろ、怪盗山本。怪盗山本なんですけれども、僕たち、スタッフの方と、まあ、僕の兄と一緒に作らせていただきました。はい。こちらは、ちょっとなんか、モデル、のね顔じゃないですよね、これはね、もうね暗すぎて、よいしょー、ということでね、こんな感じになります。これはパーカーですね。はい、まあおしゃれなことはまあもちろんなんですけれども、まあ、ちょっと気品のある感じ、まあちょっと品のある感じを、イメージして作りました。いかがでしょうか。これちょっとね、まあ、品のある感じ出ていますでしょうか。僕もね、この YouTube やってたら、この普段のコメントでね、まあ、ちょっと黙ってればかっこいいのにとか、まあ、コメントを結構たくさんいただくんですけれどもね。まあ、いかんせんこのネレさんがね、まあ、この可愛い、まあ、美人っていうこの王道なところで、まあ、僕はやっぱりそのね、まあ、この王道の隣の、まあ、ネタ要因と言いますか、まあ、言ってね、まあ、ピエロを演じているわけなんですけれども、そのピエロを演じたからといってね、まあ、みんながこう笑うわけでもないし、まあ、なんかどっちかというと、まあ、みんなただただ弾いているだけっていう、まあ、どっちかというと、まあ、ネレさんみたいだけっていう、まあ僕なんてね、この空気キャラですよ。もう空気キャラ。ネレアさんの周りでね、こうキラキラキラーって光ってる、このキラキラのね、中の一つのが僕です。まあちょっとね、この面白くないピエロ話を撮るダラダラしてしまうとまた動画終わってしまうのでね、実はね、これ僕今黒ってきたんですけれども、実はね、白もありましてですね、こちらをね、今からそのネレアさんにね、王道のネレアさんに着ていただきたいと思います。はい、今クラスが多分もう終わったのかな。はい、行ってきます。How was the class? Very good.
Could you do me a favor for me? Did you just finish class? Yes. Okay. Could you do me a favor for me? Ta-da! Okay, Chiquitina. You're gonna be a model. Por favor. Tirari! Is that toe shoes? Toe shoes, yeah. That's the logo. That's the logo, yeah. So, how do you like it? It's comfy. Comfy? Yes. Yeah. Can you turn around? Oh yeah. Classy, wa? And the other one? 実はもうネラさん次のクラスがまたね控えてるのでねちょっと申し訳ないんですけれどもすいませんね本当にこんなねキツキツのスケジュールでねモデルもやっていただいて本当に申し訳ないです。 You like the white, right? Yes. And I like black, so that's why I chose black. And... I mean for girls it's white, right? Either. Unisex. Unisex. How do you like it?It's warm, right? Not very, very. Like, it's not like hot. It's normal. Yes. It looks good on you. I also like black. Oh, yeah. What? You have the whole fucking day. Wait, what?ちょっともう7時45分になってましてね。You can't find it? No, but because I used it, so next time, next video. When I do laundry, because it's so messed up. Thank you for helping me. Yes. はい、ということでね、まぁ、あ、ちょっとスケジュールの都合とかもあってね、ちょっとまぁこんな遅い時間にね、撮影をしてしまって、ちょっとね、ネラさんをちょっとなんか怒らせて。後でまた本当に全力で土下座しようと思うんですけれども、今回のこのブランドですね、まあもちろんそのもう自分の名前のブランドを作って彼女に着せてあげたいとか、そういうまあちょっと気持ち悪いと痛いね、まあ自己満でこう作ったわけではないので、もちろんね皆様も買うことができますので、ぜひぜひね概要欄を飛んで見てみてください。でですね、今ここまでご覧の方でね、まあ実際ちょっと買うつもりじゃないけどみたいな方もいらっしゃると思うんですけども、今日に限ってはねちょっとまあふざけた話はいつもしてるんですけども、ちょっとね真面目にお話ししていこうかなと思いますのでね、ちょっと最後まで聞いていただけると幸いでございます。まあ、なんでこのブランドを作ったのかと言いますと、まあ、結構ねこの YouTube も始める時かな、まあ、始めた時からもうこの中期的な目標として、まあちょっとね、まあ、始めて、まあ、ちょっとなんか、まあ、いい感じになってきたら、まあ、ちょっとねブランド作りたいねみたいのも話をしてまして、どっちかっていうとなんかちょっとやっとかっていう感じですね。まあ、大体もう1年ぐらいかけて作った感じになります。目的にはね、そのやっぱそのおしゃれな服を作ってまあこう売りたいとか、そういうのではなくて、まあ、っていうよりかはね、このブランドのこう服を作ってこう売ることによってなんかこう、社会貢献と言いますか、なんかこういいことできればいいかなっていうのを思ってまして、まあ、この YouTube チャンネル自体もね、やっぱりこの最初からまあ言ってるんですけれども、このバレエを広めるためにやっているチャンネルでありますので、まあ、それはどうであれね、たくさんの人にもバレエの素晴らしさというものを知ってほしいなと思って、まあそれが今回の動画の投稿のきっかけですね。それとね、一貫してね、このブランドもこのバレエを広めるということで、まあ、ただそれだとね、やっぱりこう服を実際に着てくださってる方がね、そのバレエをこう広めるための服ですみたいになってしまうと、まあ、僕のね、このわがままっていうか、僕のこの要求とか欲求をね、ちょっと皆さん、押し付ける形になってしまうので、で、作るにあたってですね、このバレエとか、このアートって実際これ何なんだろうっていう、ちょっとそこを実際にこう考えていきまして、で、実際にこうバレエに携わった人だったらわかると思うんですけれども、バレエってこう、特技でもなければ、まあ、趣味でもないし、仕事って言っても、まあ、なんかちょっとずれてる感じがするし、バレエって何だってなった時にやっぱこうアイデンティティなんじゃないかなって思いますね。いや、ちょっとカタカナ文字だとね、アイデンティティ、はい、発音ちょっと違う、自分をこう構成するものといいますか、まあこの生き様そのものみたいなのがアートだと思ってて、ちょっとまあなんかネットで少しね前に流行ったやつ、神様がねこの山界を作る要素という感じで、ね、ネレアさんを入れて、ラサールを入れて、この YouTube を入れて、まあ、アメリカ生活とか、まあ、なんかちょっとね、ちょこちょこ入れてって、で最終的にね、あーってドバーって入れる、この、って最後のオチのやつは、僕の中ではこのバレエとかアートの部分になるのかなというところで、でね、このね、ブランドのスローガンが、It all starts with ballet っていうのがありまして、まあ、ちょっとね、なんかドヤ顔ですいません。まあこれね、ちょっと僕の作った本人がね、この主語で、
I think it all starts with ballet って言っちゃうとちょっとネレアさんがねなんかえちょっと全部なんかバレエから始まって私はみたいになってしまうので、まあ、このスローガンの説明になるんですけれども、僕みたいなこのプロとしてこのバレエと関わってるっていうまあ人もいれば、小さい頃にこう習い事として習ってましたとか、まあ、でも家族の都合でちょっと習いたかったけど、まあ、習うことができなかった、まあ、ちょっとほんわかこうバレエを捉えてる人もいれば、血のにじむ努力をしてねこうプロを目指したけれども大きな怪我をしてしまって諦めなければいけなかったとか、あとはそのバレエじゃ食べていくことはできないから、まあ、ちょっと職業としては難しいから、まあね、一定のところになったらやめなきゃいけないっていうとかね、バレエって聞くとちょっとなんかねなんか、なんか苦い思い出というか、まあ、ちょっと胸が痛いっていう人もいると思います。で、まあ、このバレエとかアートとかってやっぱりこのその人のこの生き様というか、まあ、その人生とかこのいろんな経験あってのこのアートとかバレエだと思いますので、 でそんな方たちがねよりこうバレエをねこう身近に感じながらこうおしゃれを楽しめるようにっていうところでこちらのブランドをね作らせていただきました。あとはね本当にもういい経験もあり、ね、苦い経験もあり、本当にねそれに対してより深くこう誇りを持っていただきたいなっていう思いを込めて、このブランドを作らせていただきました。ちょっと熱い、そんな思い向けられたらちょっと、なんか熱すぎてちょっと買えないよみたいになっちゃいしまうので、まあ、本当にほんわかね、なんか本当にもう山会 TV で初めてバレエ見て、ちょっとまあ興味湧いてみたなとかっていうのも、まあバレエとのね一つの関わり方でもありますので、そういう方でもねぜひね、ぜひ、楽しんでいただけたらと思います。はい、ということで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。こんな感じでね、まあ、本当にこの YouTube 始めてもう2年半ですか、たくさんの方に、本当にたくさんの方にね応援していただきまして、こうやってね僕のこうやりたいことの一つがねまた実現することができました。本当にね皆様の、応援のおかげでございます。ありがとうございます。今もねこう日本公演を控えてたりとか、まだたくさんねこうやりたいこととかね実現したいことっていうのもたくさん控えておりますのでね、引き続き、ぜひぜひ皆様ね応援していただけると、幸いでございます。100万人登録、目指しておりますのでね、ぜひぜひ、この動画高評価とチャンネル登録、そしてね、回答山本ぜひぜひご購入ください。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。And say hello to New York City. Please like